おはようございます。本日6月19日6時24分の相場解説になります。ちょっと昨日振り返りますけども、昨日売りの方にまっすぐ行ってくださいましたんで、ちょっと利益出ましたね。今デイリーを見ていますけども、デイリーの方はねこういう風な形になってます。ここに揉み合いがあったんで、まあ引き続きこういう風にゾーンを引かせてもらいますけども、このゾーンを大きく上に割った後下に振りました。そしてこのゾーンね、情報に突き破らないような形で跳ね返って下の方に行くという形だったです。これはね相場解説の通りだったんで利益取れた方多いんじゃないかなと思いますけどね。はい、次なんですけども、こうですよね。私が考えていたのは、ここを突き破った後、どのぐらいまでね売りの方に転じてくれるのかってことですけども、まあ、ここに力点があるということを申し上げました。ですんで、ここまでね売りが進むんではないかなということで、ピタリとここまで開くようにね、売りの方に進んでくださいました。あとここの力点に反応して利確をした人のおかげでこういうふうに上の方に跳ねたわけですけども、これはですね、移動平均線がこう広がっているところを見ると調整波動になります。ですんで、もう一回下に突き抜けるんではないかなっていうのが今日の予測になります。1時間を見てみます。はい、1時間なんですけども、このようにですね、力点が、まあちょっと向こうに行っちゃいましたけど、ここですね、力点。で、ちょっとここで線を引いてみますと、こういう風になって、まさに、ヒゲが触れて反応して、利確をした人がたくさん出たんで、こういう風に上昇してます。で、もう一箇所ね、この辺でも早めに利確した人が出たんで、一回上がったんですけども、ここが調整波動にならずに、もう一回、確かな利確がここで進んで、きっちりと売りの整理はされたわけですよね。で、こっからですね、上髭を2回出してます。上髭2回出してますよね。ということなんで、ダブルトップではないんですけども、こっから大きく下に下がるんではないかなと思っております。ここを突き破ってね。ですんで、今日も売りの方で見ていこうかと思いますけどもね。はい、本日は以上です。